そのままでも美味しくいただけますが、臭みが気になるという場合には、さっと湯通しをしていただければと思います。そうすることにより歯ごたえがシャキッとして甘みも出るということで、軽くボイルしてみたいと思います。本当に軽く色がつく程度で結構です。特に身の部分はすぐに硬くなりますので、すぐに冷やしましょう。紐の部分はそんなに硬くなりませんので、お好みによって、若干火を通しても大丈夫です。このように流水ですぐ、冷水ですぐ冷やします。このような形で湯通しをいたしました。